どうもワクワクです、えー、今回戦国フブロですの、ねえー、アップデート情報来ましたのでご紹介していきたいと思います。で今回の情報なんですけれども明日ですね10月15日木曜日、えー、14時から、えー、15時半3時半ということで、えー、アップデートの更新が入るそうです。 で、今回の内容、まず一つですね。えー、久しぶりになるかなと思います。最後は柴田勝家かなえー、得意武将で、えー、新しいアップデートの情報でございます。で、3体出てくるよっていうことで、まあ、絵も映ってるんですけれども、えー、この3体に関しては、えー、ちょっと待ってくださいね。 まあちょっと気になる情報ここにも書いてあって2周年イベントとかも書いてあるんですけど、まあ、まずは黒田官兵衛ですねで島津義久でいろは姫ということでこの3体の、えー、新しい得意武将が出てまいります。で基本的には、えー、元々の原型の武将ですね。 と連携スキルは一緒の武将になりますよとということで、っての情報をちょょと楽しししみにしてまいりましょうで下のところに少し出てるんですけれども、2周年が近づいてまいりましたということで、これは非常に楽しみなイベントです。で、2周年イベントっていうことで10月末をめどにっていう風な内容になっておりますので、ぜひぜひここはですね、えー、楽しみにしていきたいなと思います。 で、また新イベントだったり要素の追加仕様の変更などっていうのがえ伴って出てくるとで一部公開されてるんですが関東、えー、総破ですね武田上杉北条の勢力に、えー、加勢して戦ってきますよっていうことで、まあ、なかなか面白そうな。 イベントではございますでまた限定武将も出てきますで2周年の7日間ログインのログインボーナスもありますでまた限定の姫武将っていうのも出てくるということでまあ、この後10月末に向けてまあ、色々と楽しみなことが盛りだくさんな戦国不武になってくるんじゃないかなと思いますで今日は本当に簡単ではあるんですけれども 引き続きご紹介させていただいて3つ目でパックですね限定パック出てくるみたいですでこれに関しては多少ランクにもよるかもしれないんですがちょっと課金などもしていかないとちょっとゲットするのは難しいのかなと思いますまあその他の要素でいつも通りなんですけれどもいろいろと改善調整が入ってくるということで明日のアップデート、えー、楽しみにしてまいりましょう 本日は最後までご視聴ありがとうございました、えー。よかったら簡単な短い動画ではありますけど、いいね、チャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。